よろしくです。スノーマン岩本光の次はキンプリ永瀬で、ドラマ主演情報、4月期高橋海人も主演。スノーマン岩本光が主演を務めるテレビ朝日系推しドラサタデー、恋する敬語24時が話題沸騰。彼のアクション、身のこなし、佇まい、白石麻衣との胸キュン模様、なにわ男子藤原丈一郎ら共演陣、とてもいい、ブラボー。当編集部でも昨年取り上げさせていただき、気泡通りに放送されておりますけれども、そんな推しドラサタデー、さらなる情報が待っております。次のクール4月期は King&Prince 永瀬廉主演で調整されていると報道されております。調整ということらしいですが、スノーマン岩本光からのキンプリ永瀬廉へのイケメンリレー、たまりません。永瀬廉は今クール日本テレビ系日曜ドラマ厨房のアリスに出演、門脇麦、前田敦子らと共演、かっこいいを存分に発揮しております。土曜日はお昼の筋トレからの主演ドラマという形になりましょうか。期待大。なおキンプリのお仲間高橋海人は4月期テレビ東京系ドラマプレミア23で主演する方向で調整。共演者に中川大志らが内定していると報じられております。女優の有村架純と大噂が出ましてね、世間を驚かせておりますけれど、高橋海人、中川大志とのイケメンタッグもやばいです。眼福であります。ナイスガイたち、春爛漫、ありがとうございました。よろしくお願いします。失礼します。